それでは続きまして15分間の質疑応答に移ります。審査員の皆様よろしくお願いいたします。ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。では岩田審査委員長よろしくお願いいたします。どうも有意義な提案、プレゼンテーションとても上手で面白かったと思うんですが、いくつか分からない点があるんですけど、一つずつということですので一つだけ、やりました。小学校から高校まで寄付金というんで、今政府やってるような税金による無償化っていうのとはちょっと違うっていうんですが、この寄付金がなんかフェアトレード型っていうのよく分からないんですけどね、どういうのか私分からないんですけど、これでこんなにこううまく集まるのかなという心配が、寄付金ですね。だから寄付金すると控除するとか税金の控除とかありますけどね、そういうなんかインセンティブはどういうところに寄付する人にあるのかちょっと教えてください。はい、私たちは日本財団さんの方に一度ヒアリングに行かせてもらいました。その時に日本財団さんの方は割とお金を持っておられる裕福な方々に一軒ずつ 回り、その寄付金を集めるっていう方法を取っておられると言ってましたが、やはりそれだけだと厳しいということが分かりました。しかし私たちはフェアトレード型という形で、学食という身近なところに1回ご飯を食べるだけで10円寄付、その小さな積み重ねをその親近感を持った形で寄付につなげられるので、その取り組みが少ない人数から始めて、最後は日本全体がこのテーマに関心を持つようになって寄付を行うという形になれば、十分大きな額が集まると考えています。すごい、今のなんか大学の学食だけでやるんですか。それで集まる十分、そこがよくわからない。普通今ね、はい、寄付金というのは大体は公益性があると思ったら税金の控除があるというのがインセンティブなんですけどね、これはそれでないんで、学食だけやるんですか。そこはちょっとそんなにインセンティブがあるかどうか心配なんですけど、論文では学食、大学生向けと企業向けと個人向け、この3つの提案を、挙げさせていただいたんですけど、本日は時間の都合上学食だけを説明しましたが、その企業向けにもあって、自分たちはマークを作ろうと思ってまして、現状では寄付を行っても消費者から目に見える形で私たちは寄付を行ってますっていうアピールを企業ができなくて、そこでマークを使えば、マークを上げることによってその寄付を行っているっていう好感度を消費者に見せることができる、そこで企業もこの取り組みに乗っかってくるのではないかと考えています。お願いします。はい、私の方はですね、まずテーマの選び方ということから言うと、非常にいいタイミングを掴んでるんじゃないかというふうに思います。今日本の政府も教育のこと大変熱心にこれからやろうということですから、非常にいいタイミング、それから貧困の連鎖っていう、考え方から出発してるんで、これも最近話題になっているその格差の是正というようなことにつながるということだと思います。で、具体的な点で少しわからない点はですね、奨学金をその3割っていうふうに置いてますけども、この計算はどういうふうな形で算出したんでしょうか。ご質問ありがとうございます。私たちは SIP を全体的には2割子どもの分を一緒補うということになっているんですけれども、こちらでは3割と表記しております。 SIP について専門に行っている会社にヒアリングにお伺いしたんですけれども、その際 SIP によって集められるお金をできる限り現実的な額から考えており、それによって計算すると SIP を2割分負担することまでが私たちの提案している200人で可能であると考えています。その3割分のうちの1割分は SIP 事業を行うにあたっての手数料としてかかってしまうことになるため、 NPO に支払う形をとって全体としては3割という形になっています。
その他ございますでしょうか。では小林委員お願いいたします。本当にタイムリーなテーマで良かったと思います。で一つ提言1に関して質問なんですけれども、提言1は、小中高ということ でここでは本来は学習したいけれどもできない環境にある子どもたちということを対象にしていますけれども、特に小学校中学校の場合は義務教育なので本人の意思とは関係なく、やはり全ての子どもたちがこういった支援を受けられるようになってる方がなる必要があるのではないかなと。特にその今のご説明いただいた仕組みですと、やはり親御さんも協力的でないとなかなかこの仕組みに参加することができないように思うんですけれども、実際にその環境として自分からなかなか手を挙げて家族を揃ってこのプログラムに参加はできないんだけれども勉強はしなければいけないという子どもたちがここの対象に入っていないということについてはどういうふうにお考えでしょうか。ご質問ありがとうございます。まず最初に義務教育だから小中は必要なのかっていう質問に対しては、普通の家庭の、学校教育費にかかるお金のうち小中学校では約6割7割は学校外教育費、ここで差がつくっていうことが分かっています。そのため義務教育はもちろんのこと、それ以外の部分をサポートしてあげることでそれらの家庭の子どもたちと同じレベルまで達することができると考えています。2つ目の質問にあったように、自分から手を挙げて出てこれない家庭の意見も協力も必要であるっていうことが、聞かれたのですが、やはり親子揃ってその自分たちの意思を持ってやらないといけないっていうのは厳しいと思いますが、子どもにそれぐらいの意欲があって親を説得してどうしても行きたいんだって言ってくれる子がまず第一に救われて自分から手を挙げてきてもらう必要があると考えています。ご質問ありがとうございました。では国谷様お願いいたします。本当に子どもの貧困の問題は深刻な社会問題で、自分の環境の中で、その学習の機会を奪われる方々があってはいけないと思うんですけれども、皆様のプランでは、経済的な理由で学習がかなわない人たち200人、7人に1人が貧困であるという中で、あまりにも対象者となる方々が多い中で、今のプレゼンでは意欲、収入、兄弟、こういった3要素を見て200人を選ぶということですけれども、この選ぶということが非常に難しいのではないかと私は思うんですけれども、どうやって選ぶんですか。もちろん、ご質問ありがとうございます。回答させていただきます。もちろん対象者がとても多いという段階の中で選ぶのはやはり厳しいということがあります。ただ選び方の一つとしては、どうしても勉強したいっていう意思が感じられる子、それを優先的にサポートしていく、それと今現状では実現可能な人数として200人を挙げていますが、まず提言にあったように SIB のところできちんと SIB のところから SIB が市場規模が伸びていることを考えると、これからもそこの段階で NPO が収益を上げることが可能であり、そこの段階で上がった収益を提言1の寄付に回せるとも私たちは考えています。そこの場合寄付額にプラスアルファで入ることによって、提言1では約200人を対象としていますが、10年後にはこれを100倍や200倍まで上げて、もっともっと多くの人数の子どもたちを助けてあげられるようなプログラムになっていくと考えています。ご質問ありがとうございました。では正井委員よろしくお願いいたします。プレゼンテーションどうもありがとうございました。例えば投資家目線で見た場合には、とか寄付者の視線で見た場合には、気楽にというか
まあ、ファンドレイジングというのがご指摘の通り、まあ、あまり日本では他国費で見た場合にはまあ、まだまだ身近なものではない部分もある中で、まあ、例えばその提言1のところでは、その気楽にファンドレイジングに参加はまあできるというようなまあ、指摘というかですね、アイデアがあったのかなというふうに感じています。で、質問なんですけど、そのいわゆる SIB、まあ、ソーシャルインパクト投資というふうなものになった場合に、まあ、定義っていろいろあると思うんですけれども、例えば我が国においては、例えば休眠預金であったりとかというのがもうすでに法案で通ったりとかしていますよね。まあ、そういったソーシャルインパクト投資に関して、まあ、ことさら SIB をお選びになったのは、まあ、どういう、まあ、モチベーションだったのかということをちょっとお伺いしたいと思います。ご質問ありがとうございます。お答えします。私たちが SIB を特に選んだ理由としては、私たちは大学で金融について学ぶゼミに入っておりまして、そちらで私たちが見つけ出した SIB というものに興味を持ちました。その SIB は社会的な問題の解決だけでなく財政的な問題の解決にも触れているということが分かり、一つだけでなく一気に二つも解決できるというところに魅力を感じ、そちらを選択しました。以上です。その他何かご質問ございますでしょうか。国谷様お願いいたします。フェーズ1フェーズ2でも両方とも企業からの寄付ということを織り込んでいらっしゃるんですけども、特に1段階目の12年間でしたっけのところで1億5000万円の企業からの寄付を想定しています。でそこでそのマークを使って企業が、まあ、自分たちの社会貢献をアピールできる仕組みを設けていらっしゃるんですけれども、寄付した側からすれば、まあ、マークはありがたいことなのかもしれませんが、この12年間にわたって本当にその子どもたちが学習によってこう成果を上げているのかどうか、そこが見えてくるまでかなり時間がかかっていきますので、本当に寄付といったものに踏み切る企業がどこまであるのだろうか、成果が見えてくるまでに大変な時間がかかるという、まあ、一種の投資だというふうに企業が見た場合、そのあたりはどうやって測っていくお考えでしょうか。ご質問ありがとうございます。本提案ではまず寄付を集める、ところが NPO っていうふうになっています。でそれでもし、子どもたちが毎年勉強し検定などを資格を取った場合、その NPO から企業の方にもこの子はこういうのを取りました、ちゃんと勉強していますというメッセージを送ってあげることで、企業側にもちゃんとこの子はやってるんだな、私たちの支援が結ばれてるんだなっていう印象を受けると思っています。ご質問ありがとうございました。マサ委員お願いいたします。ちょっと何ですかね、テクニカルなんていうかフィジビリティのところを確認させていただきたいんですが、また SIB のスキームのところに戻るんですけども、評価者、これ SIB だと多分評価者がすごいポイントになってくると思うんですが、大学が評価者になるとこういうふうに、まあ、このシステムの中では書かれていて、この大学はおそらくその、まあ、奨学金を受けた人が通う通学する大学だと推察するんですけれども、そうすると評価者が複数にまたがるというか、複数の大学が評価をしていく、それを、まあ、国、政府に、まあ、報告をして、そこからその投資家に対して、まあ、リワードというか配当というかですね、が払われると思うんですけれども、ここのところ の, その、複数の大学が評価をして、そこによってその配当が決まっていく、そのお金 の, そのお、まあ、なんですかね、金利が決まっていくというか、というとかなり肝になってくると思うんですけれども、これをどういうふうに
まあ、その 統一するというか、まあ、一気通貫させるというか、複数の大学でも、まあ、均一の評価をその確保できるのか、ここのところをどういうふうに検討されたのかどうかということをちょっとお伺いしたいと思います。ご質問ありがとうございます。お答えします。私たちはその評価方法として大学での成績だけでなく部活動やサークルでの成績、またゼミ活動での成績や資格等も考慮しております。GPA だけ成績だけで判断してしまうと大学によって基準も異なると考えており、そちらの成績だけ評価方法だけですと偏りが出てしまうのではないかなと考えているので、学内でのすべての活動を考慮して考えています。また私たちは評価方法として大学を卒業し就職した場合に50、1年間しっかり働き続けたら20というように加算方式を取って計算しているので、0か100というどちらかで成功か成功ではないということを評価するシステムにはならないようにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、そろそろお時間でございますので、以上で日本大学チームの皆さんのプレゼンテーションと質疑応答を終わります。日本大学チームの皆さん、ありがとうございました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。